号泣注意、平野翔福井降臨。ナンバーアンダーラインアイライブツアー、ノーアイ、初日レポで感動の嵐。サンドーム福井が揺れた。平野翔のトロッコ最前列ファンサ体験談。岸くんのギターソロも最高。福井の秋の訪れとともに、多くのファンが待ち望んだハッシュタグナンバーアンダーラインアイライブツアー、ノーアイがついに幕を開けました。サンドーム福井での初日公演は、 期待と興奮が渦巻く会場の中で3人のパフォーマー、平野翔さんをはじめ、観客の熱い声援とともにスタートしました。ライブレポートによると、特に翔さんがトロッコに乗ってファンに近づくシーンでは歓声が悲鳴に近く、会場全体が熱気に包まれました。その圧倒的な存在感とパフォーマンスは、まさに、王と称されるのにふさわしいもので、ファンの心をつかんで話しませんでした。ライブ終盤、 翔さんは白い衣装に身を包み、その際の姿がファンにとって特別な印象を残したようです。彼の登場には、歓声だけでなく、感動の涙を流す観客も多く、元気で楽しそうな様子が多くのファンの心に、幸せとして伝わりました。ライブでは、ファンとの距離感や一体感が強調され、特に観客の近くを通るときに見せる笑顔やジェスチャーが印象的でした。 ライブの中での MC やファンとのトークでは、福井ならではの話題も織り交ぜられ、ファンにとっては楽しいひとときとなったようです。特に、福井の名物、聖子ガニにまつわるトークでは、観客と賞賛とのやりとりが和やかで、笑顔と笑い声が絶えませんでした。この公演で演じられた、ブロイユアーカバーという曲では、3人のパフォーマーがシルエットだけでダンスを見せるという演出が施され、 ファンにとってはこの独特な演出は彼らが音楽とダンスに対する情熱を持ちファンにただのパフォーマンスではない深いメッセージを伝えたいという思いが感じられるものでした。また賞賛が逆光の中で自分の姿を見せず歌を歌い終えたシーンではその個性と独特なスタイルが一層強調され観客に深い印象を残しました。 多くのファンが双眼鏡を使って一瞬でもその姿を捉えようとしましたが、双眼鏡を通して見える彼の姿があまりにも美しくて集中が乱れるとの声も聞かれました。ファンとのエピソードはさらに続きます。賞賛やメンバーがファンに手を振ったり、笑顔を向けたりすることで、ファンサービスも充実していました。特に、i l e s と呼ばれるファンたちとの一体感は、このライブツアーの大きな特徴であり、 ファンの歓声や手拍子がメンバーの気持ちをさらに盛り上げました。福井でのライブ初日には、初めてナンバーアンダーラインアイライブを経験するファンも多く、ライブの進行とともにその独特な空間がファンにとってますます特別なものとなっていきました。さらに、ライブの演出に使用された照明や音響も素晴らしく、観客は終始感動に包まれていました。ステージからは、 福井という土地でのパフォーマンスを大切にしている気持ちが強く感じられました。特に翔さんは、越前ガニなど福井の名産を話題に出し、ファンとの親しみやすい会話を楽しんでいました。こうした地域性を生かしたトークがファンの心をつかむ一方で、彼が見せる照れ笑いや、自然体での言葉のやりとりが、観客にとってより親近感を感じさせる要素となっていたようです。このようにして、ライブはエンターテインメントだけでなく、 観客との心温まる交流の場にもなっていました。また、ライブ中のソロ曲の演出も非常に工夫が凝らされており、メンバーそれぞれの個性が際立つ場面が数多くありました。特に、岸さんのギター演奏が印象的で、彼がライブのために多くの練習を積んできた努力がうかがえました。岸さんのビジュアル面でも、今の髪色や長さがよく似合っていて、その横顔の美しさがファンをさらに魅了しました。 福井会場の音響やスタンド席からの視界の良さも絶賛されており、多くのファンがこの会場でのライブ体験を楽しんでいました。サンドーム福井の特徴である見やすさや音響の良さが、より一層ライブ体験を向上させ、ファンにとって特別な時間となりました。ライブ後にはファン同士が SNS で感想を共有し、彼らのパフォーマンスへの感動や、福井での思い出が語られ続けました。特に、翔さや騎士さん、 神宮寺さんの3人がファンに向ける温かな思いが感じられ、ファンもその気持ちに依頼ようと全力で声援を送り続けました。また、このライブでのサプライズ要素も、ファンにとって忘れがたいものとなりました。特に、MC 中にメンバー同士が軽妙な掛け合いを見せる場面や、予想外の笑いを誘うトークが展開され、会場全体が和やかな雰囲気に包まれました。翔さんは、ファンに向けて、 声が枯れるほど楽しんでほしいと声援を促し、ファンの心をさらに熱くさせました。また、隣のファン同士で席を譲り合ったり、応援をし合ったりする様子も見られ、ライブを通じてファン同士の結束が一層強まったことも印象的です。このようなライブの瞬間ごとに、彼らがナンバーアンダーライン愛というユニットとして、ファンと共に歩んでいく姿勢を示しているように感じられました。ステージの演出には、 照明や特別なセットが活用されており、その全てが音楽とダンスを一層引き立てるものでした。例えば、暗がりの中でのダンスパフォーマンスや、シルエットだけで見せる演出は、ファンにとっても驚きと感動を与えるものでした。まるで彼らの内面の情熱が照明を通して表現されているかのようで、観客に深い印象を残しました。さらに、ライブのフィナーレには観客に対する感謝の気持ちが込められ、 会場全体が一体となって感動のフィナーレを迎えました。福井での公演が多くのファンにとって特別な意味を持つ一方で、各地で続くツアーへの期待もますます高まっています。この公演を目の当たりにしたファンたちは、次の会場でもどのようなサプライズやパフォーマンスが待ち受けているのか、楽しみにしているに違いありません。彼らの音楽とパフォーマンスは、ただのエンターテインメントに止まらず、 観客の心に響く深いメッセージを内包しています。これからも多くのファンと共に、彼らがどのように進化し続けるのか、そして彼らの旅がどこへ向かっていくのかに注目が集まるでしょう。このような感動的なパフォーマンスの背景には、メンバーがファンとの絆を何よりも大切にしているという姿勢がうかがえます。ナンバーアンダーライン愛の3人は、単に音楽やダンスで観客を楽しませるだけでなく、心からファンとつながり、 一緒に同じ時間を共有することに重きを置いているようです。このライブツアーの特徴的な演出や会場全体を包む一体感は、彼らが何度もリハーサルを重ね、より良いものを届けようとする情熱の表れでもあります。また、ファンもその思いを受け止め、彼らの成長や努力を身近に感じることで、さらに深い愛情を持って応援しているのでしょう。そして、翔さん、岸さん、 神宮寺さんそれぞれの個性が引き立つステージも、ファンにとっては大きな楽しみです。特に、翔さんが見せる筋肉の陰影が浮かび上がるダンスパフォーマンスや、神宮寺さんの繊細かつ大胆なボーカル、そして岸さんのギター演奏など、個々の持つ才能と個性が調和した瞬間は、まるで魔法のようでした。それぞれのソロ演出においても、メンバーの個性が最大限に発揮されており、観客はその都度 違った魅力を味わうことができま,したまた、ライブの会場となったサンドーム福井の雰囲気も特別なものがありました。スタンド席からでもメンバーがよく見える距離感や、福井ならではのアットホームな雰囲気が、ファン同士の絆を一層深めるものとなっていました。会場が揺れるほどの歓声や、ソウルフードの話題に笑いが巻き起こる場面など、観客の熱気と地元の温かみが一つになり、 福井公演が忘れられない思い出に変わっていく様子が印象的でした。こうした一つ一つの公演が生み出す瞬間は、彼らの今後の活動にとっても重要な意味を持つでしょう。なぜなら、ファンとの距離を縮めることで、彼ら自身も新しいエネルギーやアイディアを得ているからです。このツアーを通して、彼らがどのように成長し、進化していくのかを見守りたいというファンの期待が膨らんでいく一方で、 彼らもまたファンの期待に応えるべく、さらなる挑戦を重ねていくことが感じられます。このようにナンバーアンダーライン愛のライブツアーは、単なる音楽イベントを超えて、一種の感動体験へと消化されています。音楽を通じてファンと心を通わせ、一緒に泣き、笑い、感動を分かち合うことが、彼らにとってのナンバーワンへの道なのでしょう。ファンの皆さんにとっても、彼らがステージ上で見せる笑顔や涙、 そして圧巻のパフォーマンスは、かけがえのない宝物として心に刻まれるに違いありません。今後も続くツアーでは、さらに新しいサプライズや演出が待ち受けていることでしょう。日本中のファンがこの n o イナン i ーワンライブツアーの続報を心待ちにしており、福井公園で見せた彼らの熱意と情熱が、次の会場でも再び輝きを放つことでしょう。そして、 その先には彼らとファンが共に歩む新たな未来が広がっているのです。